こんばんは。あぶねえ今。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、AKB48 の大西桃花です。危ない、寝落ちたかと思った。激眠。危ない。危ない。今アラームかけてたけど、なんか一個切ってたわ。危ね。6分だけ寝ようと思ってさ、今6分、30分ぐらいから6分だけ寝ようと思って、37分にアラーム鳴って、あ、41分に起きようと思って、結果10分寝た。眠い。ということで、今日無事舞台とはつがいの最終稽古が終了しました。でその後は今日は撮影があったので、もうメイクしてるんですけど、撮影に行ってきました。頑張って。明日もちょっと朝早いので、なんかお風呂入んなきゃいけないんですけど、ちょっとねお風呂に入れない。試合ようになってね、本当に。それからちょっと2時間だけ寝てお風呂入るとかやね。もうこうなったらもうそうなっちゃうんだよね。いやでも今10分目つぶったらだいぶマシになった。寝て。でもとりあえず一旦舞台の最終稽古が終わって、一旦ほっとしております。もう小屋入りしたらもうね本番始まるので、でもやっぱりあれですね、始まれば終わるっていう。お土産たくさん買えたって。いやそう、だから昨日北海道行って、稽古場に持っていく用のお土産結構買ったんですよ。マジで6個ぐらい、 6箱
ぐらい買って、そうで稽古場朝持ってったんですけど、今日いつもより稽古早くて、朝稽古場持ってって食べてくださいって言って、で終わって最終稽古で、そのなんだ共有スペースみたいな、みんながご飯食べれるような場所があって、そこ行って北海道でお土産買ってきたんで食べてなみたいな言って、パッて見たらもう全然なくてあれみたいな、嬉しい、そうみんないっぱい食べてくれて、そう嬉しかった。ただ大西が1個だけ、これは大西も食べたいから稽古場行ったら2個ぐらい取って持って帰ろうかなって思ってた、ジャガポックルやったかな、なんか忘れてんけど、のな何味やったかな、それも忘れてんけど、なんかでもめっちゃ美味しそうなやつがあって、めっちゃでっかい箱買ってたんですけど、それがもう、あ、ホタテかな、そうそう、もうなくて、あれみたいな、そう、うわ最初に取っとけばよかったなとも思ったんですけど、でもあんなに、なんだろう、むしろだいぶ余っちゃってるかなと思ってたから、あのお土産あんなにたくさんみんな食べてくれて、気持ちがほっこりして嬉しかったね、いっぱい買えてよかった、うん、そう嬉しかったです、そう、うん、嬉しいね、やっぱり本当みんな優しくて、今の座組のみんなたくさん助けられてます、焼きだ、美味しそう、なんか食べたいな、なんかたい焼きみたいなやつ食べたいな、でもあんこ苦手だからな、あのコンビニで売ってるさ、たい焼きのさチョコのやつ知ってる、なんかコンビニで売ってる、なんか割とちっちゃいもちもちのさ、あ、白いやつ、白いやつもあるよね、なんか茶色いやつもあって、チョコのやつ、チョコバージョン、うん、それがね美味しいんですよね、それが食べたい気分、おもちゃん用のお土産は買わなかったな、おもちゃん用のお土産はあのゆきりんさんがね買ってくれたやつえ、そうだからそのジャガポックルだけもらって帰ろうかなって思ってたんやけどうん、そうなんです、キリンさん優しいってね、キリンさん優しいよね、チョコのポテチって、そうあのロイズのねチョコのポテチくれたの、優しい、ほんと優しい、あの C も優しいんだよ、
まなかちゃん、なかちゃんもみんな用のお土産そう選んでくれてた。でも笑ったのがさ、なんかその優勝商品、そのこの間の北海道のファンミーティングで、あのなんか企画あったんですよ。でそれの優勝商品が帰りの空港で、あのお土産をカゴいっぱいに買っていい券みたいなのがあって、で優勝したのがゆきりんさんとあの田口真中ちゃんの2人だったのね。でゆきりんさんはツイート見たらなんか海鮮丼を食べてて、そうで余った分で、余った分っていうか海鮮丼とあの大西とかあのゆきりんさんになんかお願いしたメンバー、そうゆきりんさんがその空港に行く時になんか欲しいものあるって言って答えたメンバーの分を買ってくれて、でまなかちゃんはあのそのみんなこう分け分けできる感じのお土産をみんなの分をこうやって一個そう買ってくれてたんですけど、あのマジでね2つぐらいの紙袋にパンパンにお土産入ってた。いやさすがだなと思って、あれ重たかったやろな、持って帰るの。パイラーメンとか入ってたわ。さすが C です。もう多分余すところなく使っただろうね、あの優勝のあの景品の額を。見習ってこうってね、見習ってこう、大事だね。マジで持って帰る時手つらいのにいてね、私も昨日さだからさ割と結構多めに買ったんですよ、稽古場に持っていくようなやつで、帰りの電車でめっちゃ満員で、もうそうしかも割と遅かったの時間が、だから早く電車乗らんなってなってめっちゃダッシュして、大西空港から電車まで、そうほんだらそのもうダッシュしてる間にもう紙袋がビリビリに破けちゃって、でも電車も満員すぎてマジで、そうずっとペッ壁にペターってなりながら帰った。うん。で、かかっちゃった。うん。そうでもやっぱ空港からのさ電車だったからさ。みんなその同じ紙袋持ってってさ、ちょっと恥ずかしかった。なんか美味しい白い恋人って書いた紙袋だったんですけど、みんな持ってた。大西だけポロポロの紙袋やったけど、遅い時間なのに混んでたんだって。いやマジで、やから大西もさこの電車間に合えば、まあ、まあ日付は超えるけどみたいな、でもこれに乗るみたいな、でその電車の中で座ってはぁってやるために、恩師ははぁってなるだろうという想定でさガンダッシュしてんけどさ全然ダメだった。こう手前の車両からさパンパンで、でも今考えたら一番手前の車両が一番多分ねまだ空いてたのよ、パンパンやってんけど、でも初見でそれを見たからわめっちゃパンパンやと思って、もうちょっと奥の車両行こうと思ったらもうね
もうその次の車両からもう人がもう溢れ出そうなあのドアしかなくて、なんじゃこりゃーって思いながら走ってって、そうでこう入って電車に、で大西は割と飛行機降りた途端からもうガンダしてたんですよ。ガンダっていうか、やばいこれ間に合わへんってなって、でまあこう頑張って入って、踏んだら後から来たメンバーが同じように入れへんって言ってスワーンって通り過ぎてった。あ面白かった、あの光景。切なかった。うん、そう、東京ってすごいね、ほんと。ということで、じゃあそろそろ時間なので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位 KITT やとマーク、を本日また1歳1つ年を取りましたさん、ありがとうございます。イエイ、おめでとう、おめでとう。そして2位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバットマーク大西吉さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がササジアットマーク大西軍、昨日は T シャツありがとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が MM ルールズアットマークギフノルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がアンマンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がマチさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます、ありがとう。そしてタワーかな、ありがとう。1位の方ありがとう。じゃあ読んでいくね、1位の、KITT アットマーク本日また一つ年を取りましたさん、KITT さん、KITT さん、KITT さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。素敵な1年になりますように。おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。皆さんも本当にたくさんありがとうございました。うん、2位の方からも来てると、あ、本当、ありがとう、ありがとう。じゃあ2位の方も読んでいくね、いきますよ、2位のキョイさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。これが2個あるのか、ありがとう。パンダとクマがあるのか、ありがとうございます。ありがたわ、ありがとう。本当に皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、ではでは、残り2分なので、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB48 の西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。皆様本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。